かけてるんですか。目悪いからだよ。このアバターの話、そうか、そりゃそうか。目悪いから眼鏡かけてんだよって思ったけど、まあ、この子も目が悪いです。目が悪いから眼鏡かけてます。昔からね、あれなんですよ、その眼鏡かけてるキャラクターの方が自分は好きなんだよね。眼鏡っ子キャラクター的な。眼鏡っ子キャラクターの性格が好きであるケースはそんなにないんだけど、ビジュアルとしての眼鏡の加点ポイントは俺高めにも取ってますね。なんかこの話前もした気がしますけど、単純なイラストとか絵として見たときに、メガネを描く分情報量が増えるわけで、まあそれは化粧みたいなもんだから、加点方式的に言うと、まあなんかいいんじゃないのって思っちゃうタイプではある。いや、打足だろって思う人もいるかもしれないけど、その、イラスト的な話で言うと、ね、その、情報量は目だけにね、積み込むのって難しいから、まあ、しっかりメガネがね、補強してくれた方が情報量も多く、面積もしっかり表現できていいんじゃないかって思いますけどね。ハンバーガーちゃん、まあ、椎名里智子さん、かもこちゃん。まあ確かにね、似たようなメガネをかけている組ではありますけど。まあそうですね。この、いわゆるアンダーリムメガネですか？アンダーリムのメガネは、二次元キャラクター御用達なんですけど、二次元キャラクターじゃないと、アンダーリムは似合わないし、アンダーリムじゃないと、こんなに目がでけえキャラクターはメガネが合わないんですよね。だからしょうがないです。スラムダンクはね、メガネくん好きだよ。さすがに侮ってはいけなかった。侮ってはいけなかった。そうそうそう、メガネの反射で目が見えない時がね結構いいんですよね。泣かせるなよ問題児のくせにっつって、こううつむいてる時のメガネくんとはね、いいよね。煽りメガネ、帰りの飛行機の切符買っとけよ、明日帰るんだろ。メガネがトヨタマとの対戦でね、メンチ切った単価切ったね、メガネくん良かったっすよね。存在しない話、存在しない世界線の話してるな。本気を出すときにメガネを外すタイプのキャラクターについて何も分かってない。前も言ったけど、聖女の魔力は本物ですじゃなくて、万能です。それだ。聖女の魔力は万能ですっていうアニメがあってさ、まあ、今もあれなんか再放送やってるけど、あれのね、ヒロイン超可愛いなって思って見始めて、クソもろいやんって見てたら、なんだろう、急にすごい貴族のイケメンみたいなやつが出てきて、そいつとイチャイチャしてるうちにメガネ外してさ、俺はもう寝取られたみたいな気持ちになったよな。なんでただの一般人ね、他人なのに寝取られるっていう表現を使うんですか、オタクはすぐって話になるんだけど、まあ結構ねショックだった、結構ショックだった。えってなってびっくりしたね。なんかねすごい裏切られた気持ちでいっぱいだった。あ、 P4E はそうだね、いいっすね、あれはメガネね。ペルソナの4はメガネっていうアイテムが面白かった。好きな子がメガネを忘れたは、あれはね、まあなんだろう、メガネかけてない方が楽しいっていうケースの作品だから、あんまりちょっと違うのかもしれんけど、作品的には面白いけどね、全然。好きな子がメガネを忘れたは、そうだな、ポケーっと、ゴロ寝しながら見る分には最高に面白いアニメで、なんだろうね、いい作品だなと思います。昔のメガネキャラ、きつめの印象が多い、きつめの性格が多い印象。ああ、委員長みたいなね。メガネキャラはね、やっぱ、墓木のところがあると思うんですけど、まあ、トゥーハート委員長に始まり、稲川優とかね、古いな話が、すぐ古い話になっちゃうね。まあ、その辺を考えると結構やっぱり、違うのかもしれないけど、最近は確かにポンコツキャラが多いような気もする。メガネかけてるイコール賢いじゃないような気もするね。まあ、ちなみに俺は、やっぱね、メガネをかけてるおかげで、頭良さそうに見えるっていうのは結構あるらしくて、メガネかけてて得したなと思うことは多いです。すごいこう、神妙な趣で、うーんって悩んでると、なんか難しいこと考えてるのかなってなるんだけど、頭の中だと、今期のアニメ何が面白いかなっていうのを真剣に考えてるだけだったりして、まあそういう時メガネかけてると、得だなと思ったりはします。ブルワカはね、結構メガネ外しがちなんだよ。肝心な時に。あれは、キムヨンハさんの癖なんですかね。指示なんですかね、あれは。大事なシーンでね、メガネ積極的に外してくるんだよな。作品的には。うんってなる。まあまあまあいいんですけど。そういう感じです。メガネはね、メガネは体の一部ですって思ってますので。
メガネは大事だなと思いますよ。はい、お便りいただきありがとうございました。